イングリッシュエレクトリックライトニング。イングリッシュエレクトリックライトニングは、イギリスのイングリッシュエレクトリック社が開発し、主にイギリス空軍で運用された超音速ジェット戦闘機。1960年に、同社の航空機部門は、国策企業の BAC に統合されたため、BAC ライトニングとも呼ばれる。ライトニングとは、 稲妻の位、2機のジェットエンジンを前後にずらした上で縦に並べて配置するという量産された戦闘機では後にも先にも例がないエンジン配置を採用している。先端の空気取り入れ口はコックピット後ろで上下に分かれ、主翼下にあるエンジンと胴体後方状のエンジンに空気を送る構造になっている。これは 通常の並列配置よりも胴体を細くでき空気抵抗を減らすことが目的で片方のエンジンが停止してもトリムが変化しないというメリットもあった。しかしエンジンの点検整備や交換作業が煩雑になり胴体内に燃料タンクを設けるスペースがなくなるというデメリットがあった。また高温になりやすくオイル漏れが発生すると すぐ火災に直結するという問題点もあり、イギリス空軍が損失した80機のうち、約22機が空中火災によるものだった。エンジンの取り出しは、機体の上下から行い、燃料タンクは、機体下部を膨らましたような形で設置されている。主翼は、デルタ翼の空力的に必要性がないとされる、内縁部をカットしたような形状で、構造上は、 通常の交代翼と同じであり、測らずも後の標準たるクリップとデルタ翼の始祖になったと評価されている。これは離着陸時にデルタ翼機のような大行革をしいないものの、翼内燃料、タンクスペースは減少する。また、主翼仮面には主脚が格納されるため大型のハードポイントが設置できず、増装のような大型の装備は搭載できなかった。 前述したように胴体内に燃料タンクが設置できなかった点もあり、増装主翼上面に装備するという苦肉の策が取られるなど、幾度かの改良を経ても続力は短く、兵器搭載量にも乏しいという欠点がつきまとった。しかし以上のデメリットを考慮してもあまりある多くの利点もある。マッハ2.0の速度を持ち特に運動性が良好であったライトニングは、 同世代のス -104 スターファイターやミラージュ、3等にも引けを取らない、優れた戦闘機であり、極地防衛を重視した強力なエンジン推力は、後に登場するカイマナス -15 イーグルやス -27 フランカーに劣らない、上昇力を持っていた。本機は後にトーネード ATB によって更新されるが、上昇力に関しては、本機の方が優れていたため、ある操縦者は、 不満を述べたとも言う。また、それまでのイギリス製戦闘機にない次世代的な照準機を装備し、レーダー性能などを大きく飛躍を遂げた戦闘機でもあった。第二次世界大戦の戦必室で経済力が疲弊したイギリスでは、クレメント・アトリーの労働党政権下で軍事費抑制が図られた。一方、米ソはドイツから研究人員ごと入手した先進的航空技術に、 青井の予算をつけて発展させたため、超音速機の開発でイギリスはベースに大きく立をくれる結果を将来した。1947年に、軍事省から将来戦闘機に転換可能な超音速、研究キ機 ER-103 使用案が公表されると、卓抜した高々度性能の爆撃、偵察機キャンベラで知られるテディペッター、主任技師以下、イングリッシュエレクトリック社のチームが、 フェアリー社のデルタに FD-2 と共に交互し、両機は実現に向けての基礎研究が開始された。イングリッシュエレクトリック社以下 EE はロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントと共同してロールスロイスエーボンを縦置き総発とし、低ーパワーのない栄光対角矩形、薄き翼、低位置の水平尾翼を持ち、高度3万フィートで、 マッハ1.5を目指す斬新なコンセプトをまとめ上げた。1948年12月に同様の外形を持つ無動力グライダーを製作し、試験が行われた結果、1949年5月 ER-103 をもとに超音速迎撃機化する計画案、1949会計年度戦闘機43号使用書が軍受賞で承認され、p 一の名で、 試作機の発注を受けたが、A ボンの実用化は、サージング問題に直面支援していたため、一回り、小さいアームストロングュドレイサファイアさん、5ツナギに搭載することになった。P1 計画着手時より、主に水平尾翼の取り付け位置をめぐって、EE、e、社とライトの間で論争が巻き起こり、当時、イギリスには超音速風洞が存在しなかった、T 字美翼案を主張する来は、 協業者のショートブラザーズ社に、ダーウェント単発、固定客の小型試験機を急増させ、飛行試験を完工した。SB5 はライアンに沿った、高体格50度の主翼と TGB 翼で進むぞらしたが、ピッチアップ癖が顕著で、EE ジャンの正当性が実証された。SB5 では3種の異なる、主翼高体格がテストされた結果、原案通り60度が採用されたが、 大業各自の白利流をコントロールするため、外翼前縁に総カットが新設された。それと前後して、キャンベラ試作機の進む空、1949年を見届けたペッターは EE 社を辞し、一族が経営するヘリコプター専業のウエストランドエアクラフト社へ戻ってしまったため、P1 の開発は、後のブリティッシュエアロスペース社民間機事業部長が、 引き継ぐことになったが、この間、高々旅を高速で飛来するキャンベラを、溶撃可能な戦闘機が、時刻にない状態が続いた。試作機、PGA1 号機は1954年5月に、ロールアウト、8月4日に初飛行し、水平飛行で、マッハ1.2、観光下で、マッハ1.4を、アフターバーナーなしのサファイアで記録する、蘇生の良さを示した。 P1A2 号機は、最初からフェランティャ製火器完成装置、アデン4、あとのファイアストリークである DH、ブルージェイパッシブホーミングソラー対空ミサイル備え、航続力不足を補うため胴体下部に着脱式増装を付加して実用化試験に供された。一方、1号機は待望のアフターバーナー付けサファイアに、換装され、超音速試験のフィードバックから、数々の改良が施された。 水力 6000kg と強力な A ボン 200R を搭載し、機種の空気取り入れ口に、レドーム兼用のショックコーンを設けた、戦闘機型増加試作機、P1 バイトは1957年4月4日に、初飛行し、2年間に20機が製作され、1958年のファンボロー国際航空ショーの場で、ライトニングという名称が初めて公表された。一方、 P1 開発中の1956年10月6日、同じ A ボン単発のライバル、フェアリーデルタに FD-2 は、時速 1811km の世界速度記録を樹立するが、P1 との競争に敗れ正式採用されずに終わった。FD-21 号機は1960年以降、BAC-221 と改名され、OG 翼に改造されて、 コンコルド開発の基礎データ収集に充てられた。P1 バイト改めライトニング界1は50機が発注されたが、20号機は地上試験用に指定された後キャンセル、次の2機は複雑練習機型の試作機となり、以降は全て紹介量を加えたライトニング界 1A として生産された。実戦配備は翌1959年から進められたが、 マクミラン保守党政権の国防省は有名な1957年度国防白書において空軍の主力を有人機からミサイルに転換する大方針を打ちし、ライトニング以外の国用機は開発段階の遺憾に関わらず原則として計画が中止されてしまった。このためライトニングはイギリスにおいて最後の有人戦闘機と呼ばれ、事実2014年現在に至るまで イギリスが単独で開発した超音速戦闘機としては最初でありながら最後の事例、戦闘機として当初から開発された機体としても最後のものとなった、ただし他国と共同開発や他目的の機体を戦闘機として転用した例はある。ライトニングは第一戦で使用されていたホーカーハンター、グロスター・ジャベリンのパイロットに歓迎されたが、 マスメディアに注目されていたこともあって初期に受領した部隊は一種のお披露を行わなければならなかった。1960年12月14日、イギリス空軍の第56飛行隊が海 1A の配備を開始し、1964年にライトニングを装備した防空部隊が編成され、防空部隊は侵入する高々と高速爆撃機に対処するため、 たびたびスクランブル発進して、洋撃に向かった。イギリス本国だけでなく、西ドイツやキプロス、シンガポールにも駐留し、防空任務に従事した。1970年を過ぎると低空を侵入する高速機も現れ始めたが、ライトニングは運動性を生かして、防空任務を続けることができた。イングリッシュエレクトリック社は、A ボン m k 2 1 0 z エンジンを搭載して、 軽基板を一新したライトニング会議を開発し、1961年7月11日に初飛行を実施。1962年12月にイギリス空軍は現行のライトニングと交代させるため会議を受領した。加えてコックピットを並列複座とした練習機型も配備され始めた。さらにイングリッシュエレクトリック社は新型の攻撃システムを搭載し、 ルックダウンレーダー、完成後方機器、ミサイルシステムの一新などを盛り込んだ発展型の開発を進め、ライトニング解散として提案を行ったが、イギリス空軍は、ホーカー P1154 や BACTSR-2 など新型機の登場を期待しており、政府も予算を理由に採用することはなかった。結局、ライトニング解散は新型機が登場するまでの間を、 埋めるための機体として、エンジンの乾燥といった、海2の小改量に止めて、約70機が生産された。海3に改良を加えたライトニング海 3A は、胴体株燃料タンクを大型化するとともに、主翼上面に増装を搭載できるようになり、ライトニング海6として、正式に量産された。一部の F にも、ほぼ同仕様に改修されライトニング海 2A となった。 多用途性を付加する計画も本格化したが、イギリス空軍は多用途型に関心を持たなかったため、工述する出向けとして開発されることとなった。さらに主翼を可変翼とした複雑環状戦闘機型も提案のみに終わったため、イギリスのライトニングは終始迎撃戦闘機として運用されることとなった。その後、P1154 や TSR-2 がキャンセルされてしまうと、 イギリスは、海 -104 スターファイターの後継機である、パナビアトーネード ATB の国際共同開発に参加することになった。20年以上も、イギリスの防空などを担当したライトニングだったが、1974年に、ライトニングの転換訓練部隊である、第226転換訓練部隊、ナンバー226オペレーショナルカンバージアムユニットも解散され、 第一戦用の部隊はライトニングからブリティッシュファントムやトーネード ATB と交代していった。最後まで残っていた実戦部隊のうち第5飛行隊が1987年に解散、第11飛行隊も1988年に解体された。現在は前線から退いた状態である。ライトニングの一部は イギリスが開催するエアショーであるで稼働する姿が確認されている。なお、このショーに参加する他の機体にも言えることが、機体はタキシングとエンジン転換のみしか見せていない。その他、南アフリカのケープタウンにある社で、複座型が遊覧飛行用として使用されている。ライトニングは優れた戦闘機であったが、ハードポイントの増設やレーダーの乾燥により、 多用途性が付加された輸出型の海外セールスは、同時期の他国の戦闘機と比較するとあまりかんばしく、なく、わずかに、サウジアラビアとクウェートが導入したのみであった。西ドイツ空軍に採用を働きかけたこともあったが、イギリス政府の支援を得られなかったことにより、海 -104、スターファイターに敗れてしまった。日本の航空自衛隊による、第二次次期主力戦闘機導入計画。 第二次海 X の候補機に名前が挙げられたこともあるが、あくまで第一次調査における予備候補の域を出ることはなかった。サウジアラビアに導入されたライトニングはイエメントの紛争に投入され主に対地攻撃に使用された。全部道大量側のパイロンにファイアストリークあるいはレッドトップ、海産以降空対空ミサイルを2発搭載する。この部分は ミサイルパックとして独立しており、後日する他の装備に換装することが可能だった。初期型は固定武装として、機種上面に 30mm アデン機関砲を2門装備しており、ミサイルパックと交換でさらに2門追加することも可能だった。ただ、機種上面の機関砲は、発射時のガスとフラッシュがパイロットの視界を妨げるため歓迎されず、 発射口を塞いでしまう機体もあり、海産では完全に撤去された。海産 A 以降は、胴体か燃料タンクの全部を機関砲パックと交換することが可能となり、再び装備できるようになった。練習機型は機関砲を装備していないが、短座型と同じレーダーと空対空ミサイル運用能力を持ち、戦闘能力を維持している。海産 A から、 主翼上面に搭載可能となったゾウコゲは、フェリー飛行用のため戦闘任務には使用されないが、緊急時には尾翼に衝突しないよう角度をつけて、切り離すことができた。輸出型では、ミサイルパックを引き込み式ロケット弾パックや、写真偵察用カメラパックに換装することができた。付与コードについては、軍用機の命名規則のマークナンバーを参照。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。